はい、ドラニーサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。昨日の動画に引き続いて今度はネックアイロンの話しようかなと思います。ちょっとねこれも質問が多いから、この弦の張りっぱなしとかネックのこの反りがひどいとかっていう話で、それでね大体その次ぐらいにまた質問が多いのがネックアイロンで直せばいいんじゃないですかっていう話に結構つながってくるんですよね。これね意外と多くて、ネックアイロンで治ると思ってるんですかみたいな。そもそもよくネックアイロンっていうこと知ってるよねってこともあるし、なおかつなぜかそのネックアイロンで治るっていうなんか擦り込みじゃないけど、ちょっとその間違った知識も正さないとなって思ったんで、ちょっとこの急遽連続してますけどこの動画上げていきたいと思います。なんか1週間ぐらいとかなんとかってペースが落ちるって言っといて2日連続で上げるっていうね今回ちょっと特殊な例なんですけど、とりあえずなんていうのかな、分かりやすく話がこうつながってより正しい知識が皆様に分かるかなと思ったんで、ちょっと今日は2回連続で上げてます。とりあえずネックアイロンで治ると思ってるんだったらやってみてくださいやってみてください。すごい投げやりな言い方なんで、うちではやってないんですよ。ではそのなんでうちではそのネックアイロンをやってないのかっていう話もついでにやりますんで、まあちなみにですけど自分ネックアイロンやったことあります。それでねやってみて全部効果がなかったから、あこれダメだなってことでやってません。このネックアイロンってまあご存知の通りアイロンって名前の通り熱が出るんですよ。でその熱を利用してこの木を曲げるっていう、それだけの話なんですよね。だからいわゆる熱による膨張で、まあ、この木をこう修正というか何ていうの、矯正するっていうんですか、曲がってるのがまっすぐなるって言われてはいるんですけど、中にはなんか接着剤を緩めてなんかまっすぐなったのをまたくっつけ直すみたいなこと書いてるんですけど、なんかそれすごい根拠が曖昧で、そもそも曲がってるのがあんな熱ごときでまっすぐなるのかなって話なのと、接着剤が緩んでってな、緩んでまっすぐなった状態で本当に正しい、本当にくっつくもんかなって思うんですけどね。そこもすごい謎な話なんですけど、まあ、具体的には例えばあの指板って、まあローズ指板、まあ、メープル指板だったらちょっと厳しいんですけど、ローズとかエボニーって、まあ、当然水吸わせられるじゃないですか。この木が塗装されてないから水吸わせた状態で熱与えたら膨張して曲がりやすくなるんですよ。まあ、それでまあ単純に言うと、だからローズとエボニーはおそらくこの熱で曲げやすいかもしれないです。ただメイプルの場合で塗装が噛んじゃってるから、その塗装が結局熱によってなんかやられたりとか、一応熱は伝わるかもしれないけど、もしかしたらラッカーだったりすると熱によるなんか変形があんのかなとか。でちなみにあの指板って当然エボニーだったりローズだったりで、ネック側がメイプルだったりとかして、もしこのネックと指板が違う木材だったりすると、熱を与えたら膨張してこの指板、あ、ネック用意しとけばよかったとりあえずね、ネックと、まあ、まあこれがネックとしてこの指板がこうくっついてるわけじゃないですか。この上の指板だけが膨張して、普通にこのつなぎ目あるじゃないですか、接着されて整えられている、こっちが普通にこう段差できますからね、それがこの膨らむんですよ。でその膨らんだ力がとりあえずなんかまっすぐに、曲がったものをまっすぐに矯正してくれるっていう、確かに理屈は正しくて、実際自分もそのかけた時、アイロンかけた時にまっすぐなること自体確認してるんですけど、それが常にキープされるわけじゃないんですよ。当然ながらもともと曲がってたもんだから、それが熱による一時的な効果でまっすぐになっているっていうことは確かに正しいんですけど、じゃあそのまっすぐになった状態が常にこの状態をキープしてずっと使ってられるかって言ったらそうでもなくて、で3回自分うち3回やって3回とも全部ダメだったんですよ。で何がさらに良くないかっていうと、それ昨日の動画でも話しましたけど、木材ってこの木目とかがあって強度が全部違うから、硬いところは曲がんないし柔らかいところは曲がるっていう、そういう作用が絶対にあるんですよね。例えばの柾目とか板目ってあるじゃないですか。だから柾目がいいっていう理由は、単純にこの木目が均等にこうまっすぐ通ってるから、そういう意味では変形が少ないんですよね、部分部分で。だから大体のこの全体、ネック全体を見て強度のばらつきが少ないから、そういう意味では綺麗に、だ弦を張った時に綺麗に曲がりやすいとかね。板目だとどうしても硬いところと柔らかいところっていうのはこの木目に沿ってすごい強度の差が出ますから、このネックがねじれっていうか、ね、弦を張った時になんかねじれ傾向になりやすいとかって言って、音とかじゃないんですよあれ。どっちかというと強度の問題で、ネックの反りが綺麗になりやすいから調整しやすいとかね。そういう意味ではこのビビる箇所ビビらない箇所っていうのがネックに出てくるとか、まあ、ざっくりとそんな感じですよね。でどういうことかっていうと、それによって
この熱を与えて、まあ、全体的にまっすぐなるとするじゃないですか。ただしそれは全体的には見てまっすぐなんだけど、例えば部分部分で曲がってないところと大きく曲がってるとか変形してるところがあって、まっすぐなところの場合はうねってるところもあったりねじれる方向もあったりとかって言って、結局何ていうかな、曲げるっていうことに関してはリスクもあるんですよね。だからなんかアイロンかけたらまっすぐなりますよっていう、なぜか、あ、そう、それどっかの動画でも言ってるけど、皆さんってメリットのことしか知らなすぎなんですよ。これちょっと良くないと思うんだけど、なぜだ、何かが良くなったら何かがダメになるんですよ。まあ、はっきり言ったらそういうことですよね。ざっくりだ、全部が全部いいことになるってことはなくて、まあ、もちろんなんかそのやり方っていうか内容次第でもあるんですけど、熱でこの曲げるんだから、じゃあその熱による影響が何なのかっていうのをまず知らないというか、そのじゃあ何かがあるかもしれないっていうところになぜ行き着かないのかなっていうのがすごい不思議なんですよ。だから熱でこう膨張させたりとかしてこうまっすぐになるのはいいんですけど、それって本当に全部がでも綺麗にまっすぐなると思ってるんですかっていうね。で、あともう一つ、その自分の中でも疑問なのが、まあ、それネックのそのアイロンで直せるっていう、なんかその言えるっていうか自信持って言える理屈もなんかすごい疑問なんですけど、だとするなら、じゃあ例えば自分が客としてそのネックアイロンしてるっていうことの、まあ、お店に行くとするじゃないですか。だったらじゃあネックアイロンで全部完璧に直してくださいって言って、まあ、言うわけじゃないですか。その直せるんでしょっていう話になるじゃないですか。でもまあ、それあんまり良くはないんだけど、じゃあそのネックアイロンやってるところに、まあ、持ってってみてくださいよ。じゃあネックの反り、その直せるっていうところに、じゃあそれ直してって言ってみてくださいよ。まあ、それ 100% は無理ですねって絶対言うと思いますよ。あ、全然 100% で直しますよって言って、直らなかったらじゃあどうするのっていう話じゃないですか。ちなみにそれがじゃあその場では治ったかもしれないけど、何週間がしたら元に戻るとかね、じゃあその時どうするのとか、だから自分やらないって言ってるし、こうやって動画出せるんですよ。だからうちではアイロンやってないし、やったところで効かないし、一時的にこう治る、今やった時には治るかもしんないけど戻るかもしんないし、実際自分でやってみて戻ったから、だったらじゃあこれ意味ないなってことを普通にやったから分かるって言えるんですよ。もちろんゼロじゃないかもしんないですよ。自分たった3回しかやってないから、もしかしたら10回やったらそのなんか1回か2回はもしかしたら成功するんじゃないかとか。でもそれよく考えてほしいんですよ。今のところまあ、今3回、たった3回しかないから勝率は確かに自分の考えが正しくなってるけど、まあその10回やって1回か2回もし成功したら勝率8割じゃないですか。でもそれって、勝率8割って言い方がちょっと難しい、逆にしようか、成功例がじゃあ2割ってことだから 20% になるじゃないですか。そのいわゆる間違ってできなかったのが8割って考えたらね。ってことはですよ、その 20% とかの、あ、もちろんあくまでそれ仮定ですからね、実際10回試してないから何とも言えないですけど、例えばそのやったら治るかもしれないっていう、それは 20% ですって言われたらやるっていう、まあ、確かにやってみてもいいと思うんですよ。ただそれデメリットと、そのいわゆる変形が起こるよとかね、やってみて効果がありませんでした、でそれによる歯盤の膨張で歯盤サイドだから熱膨張で、この歯盤だけがすごい飛び出て、ネックグリップとのその歯盤のつなぎ目がすごくなんか出っ張ってますので、まあ、そこも削んないといけないんですけど、例えば一応一時的に膨張させてるから、もしかしたら時間を置けば戻るかもしれないけど、その戻るまでに引けなくなるっていうか、その引くことに対する不都合がサイド側に起こるわけで、それ我慢できますかってことにもなりますし、当然それだけ木が膨張するわけですから、当然ただじゃ済まないぐらいの変形は起こってるわけで、歯盤が波打ってるかもしんないから、押さえた時にビビってないところがビビり始めてますとかで、それでやってみたはいいものの治りませんでした、さらに変形した上でなんか不都合がいろんな箇所で起きてます、さあどうしますっていう、じゃあそれまあまあそう、まあ後からその効かなかった、もしアイロンが効かなかったら、まあ、次じゃあ何かしましょうかってプランを考えてるんだったらいいんですけど、ネックアイロンで直せるっていう体で、もうネックアイロンだけしかやらないっていう体でもしできなかった場合どうしますっていう感じになるんですよ。当然ながらそれ、まあそういう普通こういうお店側が提示するんですけど、もしやるんだったらね、やるんだったらこういう、まずとりあえずやってみて、意味がなかったって、結果が出なかったら
じゃあフレット交換のついでに指板削って直しましょうかとか、もしくはとりあえずもう予算の関係上、そのなんていうのかな、フレット交換までできないんだったらアイロンかけてみて、それでもしダメだったらもう削って、とりあえずすり合わせだったり指板サイドの出っ張ったところを削って修正するなりして、とりあえず使える状態にまでは復元しましょうかって、まあ、提示することが普通だと思うんですけど、そこまで考えてますかっていうね、ネックアイロンで直すっていう、なんていうのかな、考えてやるんだったらね。で、そのなんていうのかな、これちょっとこの話する前にあのネットで見てみたんですよ、このアイロンとかの話。やっぱね、なんかそれなりにあの情報発信してる人がいたから、あ、ここはちゃんとしてる人いるんだなって、ちょっとそこはびっくりしたんですよ。ただね、なんかあのネックアイロンって言って、本当にあのなんていうの、服をこうなんか伸ばすアイロンとかで、まあ、まあ確かに理屈は正しいんですけど、やっぱあの熱膨張って、その熱を与えたところが膨らんでくるから、そこだけが極端に先に膨らんじゃうと、まあそれもまたうねりの原因になるんですよ。やっぱ一応は全体的に均等にこのなんていうの、指板全体に温めて曲げていかないと、やっぱこのばらつきが出やすくなると、まあそれはあくまで理屈というか、あの考え方ね、確かに分かんないよ、結局当たったところが膨張するっていうのが正しいじゃないですか。でもそれがこうなんていうの、部分部分でこう膨らまんで、ここだけにその範囲の狭いアイロンだけ当ててると、ここだけは膨らむわけで、こっち側は膨らまないってわけじゃないですか。先にここが膨らんで、次隣に移ってこっち膨らまして、まあ一応理屈としては、もともと膨らむっていう過程だったら、全体的に同じ時間当てて膨らませたら、もう同じように膨らむんじゃないかって確かに思うとは思うんですけど、それさっき言った通りで、木材って硬さとか柔らかさが違うから、それぞれ曲がるなんていうのかな、例えば同じ熱の時間与えても曲がりやすいところと曲がりにくいってところがもう当然あるわけで、それを全体的に当然なんて熱せれば、まあそれも同じように曲がるとこと曲がらないとこってあるんだけど、まあまっすぐをこうなんていうのかな、固定したままこう熱を与え続けて、硬いところも曲がるようになっていけば、まあ全体的にしっかり、まあ柔らかいとか単純に熱与えすぎててよりさらに曲がるってことはないと思うから、大体はその硬いところに合わせた方がいいんじゃないかなって思うんですけど、まあただね、熱を与えすぎて、やっぱなんだろうな、試してないからこれ何とも言えないから、憶測の話も多少混じるんですけど、木材ってね、膨張しすぎてなんか不都合って起こるかな。むしろね、指板ってくっついてるから、どっちかっていうとなんか接着剤の方になんか不具合が起きないかなっていう心配があるんですよ。なんていうの、一応接着剤って塗って一回固まってるじゃないですか。それが熱によって剥がれが起きた場合って、まあ当然あの接着剤って、まあ、残ってるじゃ残ってるもんだからね、もともとその指板のくっついてる、そのいわゆる接着面には。でそれがまあ溶け出して、本来接着されても剥がれるとするじゃないですか。でもその接着剤ってまた冷やして固まるのっていうのは、ちょっとこれ疑問なんですよ。まあもしかしたらそれができるんだったら全然いいんですけど、それがいわゆる本来その元々の接着剤、いわゆるくっつける前のいわゆる塗った状態の接着剤と同等の効果が得られるのっていう、だからもともと塗って固まってるものをさらに熱でかなんか緩め直して、また再度接着することになって、同じような効果が得られるのっていうのは疑問なんですよね。実際これ強度テストとかその試したことないから、こればかりはもう憶測でしかないんですけど、でもそれって本当に何ていうか、本来の正しい使い方ではないから、熱を利用してネックの反りは何とかして直せたとしても、後々に指板剥がれとかの心配ってあるんじゃないかなって、ちょっと自分はちょっとそう思ってるんですけど、まあ、大丈夫だったらいいですけどね。だからその辺がちょっとなんていうのかな、正しいというか、それをやってる側はちゃんとなんていうのかな、情報発信してんのかなっていう、だからもうそういうのをやってるところがあるんだとしたら、いやそれ全然心配ないですよとかって、まあ、言えるわけじゃないですか。でもその情報がなんか出てこないんですよね。だからそこも疑問で、だからあのネックアイロンって、そのまあこれあの一応ちゃんとメーカーが出してるから、こればかりはちょっと自分も突っ込みづらいとこなんですけど、その辺もなんかなんていうか、情報ちょっと不足してないって思うんですよね。一応熱を与えて直すって理屈は分かりましたと、でもそれを与えたことによる影響がああだこうだっていうところまでの情報が書いてないから、そこら辺なんていうのかな、なんかまあまあなんていうのか、もう何で届いたらいいんだろう、この病気が治る薬ですって言って副作用が書いてないみたいな、だからこれこんなの飲めんのみたいな、これ飲んだら治るかもしんないけど、なんかそういう副作用みたいなのって本当にないのみたいなって聞いたら、いやわかんないですって言われたら、その薬飲みます？
だそんな感じなんですよ。だからなんかね、もう一応そういう商品だってことは分かったけど、果たして本当にそれを使用して問題はないのかなっていうところまでが書かれてないんですよね。だからちょっとその辺もし詳しい人がいるんだったらコメント書くなり動画に出すなりちょっとしてほしいんですよ。だからこの今現在なんかこういう詳しい情報を発信してる人ってあまりにも少なすぎて、だからちょっとねこれ実は自分これなんか熱回論のなんか試そうかなと思うんですよ、自分で買ってみてね。ただもしかこれ多分ね、買って結局効果ないからって言って、まあ捨てる人はいないだろうけど、多分持ってる人っていると思うんですよ。安く譲ってくれませんか？だからもし持ってる人いたら一応買い取りはしますんで、なんかいらない人は、まあ正直あんなのに何万とか使いたくないんだけど、まあまあもし希望であったら1万円ぐらいでなんか売ってくれないかなっていう、ちょっと2、3万はちょっとあんなの出したくないなって思うんですけど、もし持ってる人いたら声かけてください。買い取りますんで、もちろんちゃんと使える前提ね、使えないっていう壊れてるもの売られたらちょっとそれはないかなって思うんですけど、だから多分ねあれ買って結局効果なくてゴミになってる人多分いると思うんですよ。だからもしそういう人いたら売ってください、自分が買い取ります。それでそれを検証動画として出したいと思います。でね、それでそんなもんかな。そんなもんですね。だからもしそれで疑問点とかなんていうのかな、こうネックの反りとかに対する質問とか、まあ、それの話した後にまた声で追加されてくるネックアイロンの話とか、なんかそういうの多いんですよね。だから多い話はこうやってちゃんと詳しい動画として話する動画を設けて作りますから、もし気になる方がいたらもうコメントなり、もしくはこう来た時になんか遠慮なく話したりとか聞いてくれて構いませんので、そういうのでなんか聞いてみてください。結構数が増えてきたら、あ、こういうのをやっぱ気になる人いるんだってこっちも分かるんで、そうなった時にこうやって動画が発信しやすいんですよ。みんなが求めてる情報は基本的にはこうやってその疑問を解決できるような動画出してきますから、そういう意味ではなんか気軽に応援してください。ただしね、こういう動画を出すんだから、多くの人に役立てるように拡散をお願いします。結局知ってる人しか見ないチャンネルになっちゃってるから、なんていうのかな、まあ、別にファンを大事にしてないわけじゃないですよ。その人たちにももちろん感謝はしてますし、その人たちの役に立つためのことはしますけど、やっぱ多くの人に広がっていかないと意味がないから、仲間たちだけなんていうのか役立っててもしょうがないんですよね。いわゆる知らない人たちに役立つことまで広げていかないといけないから、もしこの動画を見て役に立ったとか感謝な気持ちがあるんだったら拡散をお願いします。 SNS で拡散とかをしてください。そうしないと結局このいい情報が広まっていかないし、この情報を知らないことによる不都合がいろんなところで起きたりとかしますから、だそういう意味ではいろんな人の役に立つし幸せにもつながってくると思うんで、そういう意味ではそういうのに協力をお願いします。そんな感じでした。じゃあご清聴ありがとうございました。